アクセスアップですね。で、アナリティクスの連携とか細かいところは、まあ、Google 調べ、あの、検索で調べてもらったら一番早いかな。アナリティクスでご相談ですね。この方も海外移住ご希望の方なんですけども、ウェブマーケティングをされたいということで、アカウントの削除、ですね、アカウントの削除、あとアクティブユーザーとかですね、アカウント名、アクセス元、まあ、このあたりについてですね、ご相談いただいています。まあ、あのアナリティクスの細かい使い方っていうのはもうかなり丁寧に書いてくれてる個人サイトっていうのもありますので、これ見てもらうといいかなと思います。削除とかですね、あとアクティブユーザーとかですね、アクセス元とかその辺の見方、まあ、アカウント名とかについてもですね、付け方とかあります。まあ、いずれにしてもですね、アナリティクスは、まあ、あの、無料で使える Google の、アクセス解析ツールとして、まあ、必須かなと思います。で、僕が結構よく使っているのは、コードの中の全てのページですね、サイトのコンテンツの全てのページというところは、まあ、あの、やっぱり一番見やすくて、まあ、あの、